はい、どうも小林隆です。今日は場を共有する文化の危機が来たということでね、東京でも非常事態宣言が一応出まして、まあそんなに強制力があるものではないんですけど、まあ一応外出できるだけ控えてくださいみたいなことになっておりますし、僕ら演劇人からするとですね、下北沢の本田劇場を含む鈴なりだとか本田グループの、方でも、自粛っていうんですか、まあ、とにかく、しばらくゴールデンウィークぐらいまでなのかな、とにかく劇場が閉鎖されることになったという、もうザ・鈴なりっていうのはすごく歴史のある劇場なんですが、今までにもそうやって劇場閉じたことはないということで、まあある意味ショックな出来事ではあります。でそういうことがいろいろ世界中でね起こっていて、例えばそのフランスなんかでカフェが閉鎖されるっていうのは、カフェ文化の発祥の地ですから、すごくフランスにとってショックだったという話も聞きましたしね。あとはもうスポーツイベントが軒並み人を集められないことになるので、いろいろアスリートの方とか、興行としてもすごく大変な時期になってます。とはいえね、僕は信じている部分として、やっぱり人はどっかで人と触れ合いたいはずだから、この病気のことが過ぎ去って、その時に人との触れ合いを全部断つっていうことはありえないので、また戻ってくるはずだと思うんですが、その時にまた少しずつ今までの文化が少しずつ変容していって変わっていくんだろうという気もしますね。どういう風になっていくのか今は想像つかないとこありますけどね。たださっき言ったみたいに人と触れ合いたいという気持ち自体がなくなるということはやっぱりないと思いますし、その時に僕らがまた何ができるのか、いろんな形があり得るのかもしれないし、今までとは違う形態だったり、触れ合い方っていうのも模索していかなきゃいけないのかもしれませんよね。だからその歴史を見ると、これいろんな理由が諸説あるんでしょうが、中世にヨーロッパでペストが流行って、黒死病っていう伝染病ですね、それは感染症ですね。でバーッと流行ってすごくたくさんの人が亡くなったんだそうですけど、その後に、ルネサンスがやってきたということがありました。もちろんこれにはその何ていうのかな、いろんな要因があるみたいです。だから例えば、理由もなくさ、どんどん周りの人が死んでいくという状況に神はいないのかっていうふうに思うじゃないですか。っていうことによって、その神様主義から人間主義、ヒューマニズムにこう変わるっていう転換が、価値観の転換があったりとか、あと単純にその人の数が減ったことによって、食べ物が充足するようになったっていうのもあるらしいんですね。それまでは結構本当に少ない食料を分け合ってひもじく生きてたんだけど、結果としてね、人が少なくなったことによって、みんながちょっとずつ豊かになったおかげで文化がこう乱熟したっていうこともあったらしいんで、いろんなその時の状況っていうのは全然違うんですけどね。ただ大きな変化があって、価値観が大きくガラガラと変わるってことがあると、またその大きな新しい文化が生まれてくる可能性っていうのは全然ねあるので、それを楽しんでいくしかないですよね。僕らもきっとその仕事の仕方、テレワークもそうですけどとかで、変わっていく部分もあるだろうし、それはもう僕らみたいな役者とかそういう人たちにも影響多分あるんだろうと、思いますね。そういう次の新しい文化へのこのジャンプの手前の鏡込みだというふうに思って、そうなった時に何ができるか考えながら力をこうやってぐっと溜め込みたいなって、そんな風に思っている次第でございます。何ができるかこれから見つけていくことになると思いますが、その時もぜひお付き合いよろしくお願いします。触れ合えるようになる時をまた夢見てますけどね。はい、それではまたね、バイバイ。はい、というわけで皆さん、チャンネル登録、高評価などよろしくお願いいたします。小林隆史でした。